テケ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 テズラがどっか行っちゃいましてね、探したんですけどもね、なかったから、とりあえずこれでもいいだろうってことで、とりあえずセーブ棒でかぶってやりましょうかっていう感じでね、いいでしょ、変わる変わる変わるの、まあいいでしょ、別にね、いつもバツァンなんかあれどうせチャチャチャってやってあれだから、その場でわけわかんないこと言ってバカ滑って、で笑ってんでしょだから別にまあこうなるとね、見栄えがでもザコシダイオじゃなくてただの変質者ダイオになりますけどもね、まあそこら辺はご愛嬌ということで、次までにね探してます、探しておきますんでね、まあ今日はこれでお願いします、この図これでいいでしょ、で多分中に入ってるんですよ、単独のね、あれでごちゃごちゃになってるんですよ、この部屋の前室が、スタジオ前室でね、いろいろ小道具があるんですけども、そこがね今ぐっちゃぐちゃになってるんですわね、だからこれでやらさせてください、今日はね、はい、行きますよ、なんかでもこれ雰囲気出ないね、これだね、これだと雰囲気出ないね、でまあ我慢してやりますわ、ジャン、チャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャン、ジャン、チャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャン、硬いうんこだと思ったら、シャーシャーうんこになっちゃってましたっていうのは、コロッケ式、最初は硬いな、硬い、あ硬いうんこだなと思ったら、したらスポンってコロッケみたいに抜けて、であとは残りシャーシャーになってるっていうやつでしょ、コロッケ式あるでしょ、なんだかお前なあ、俺の後輩のお前桐野康夫が私はコロッケ修行体験したことがないとかって言いやがる、そんなわけねえねえお前、バカバカかっこつけてくんやろう、なんだお前、そんなわけねえよお前、コロッケ修なんか誰だってお前体験してるだろお前、カテカテあーそんシャーってなる、なんだよお前バカして、絶対お前そんな嘘ついてんだお前、あいつふざけてね、誰か私に小梅太夫のカツラ見つけてー、はうんぼ登録してねー、うんぼ登録してね、うんぼ登録してね、うんぼ登録してねー、正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。